成田クリスタルは日本の競争馬。主な勝倉は新潟記念、宗教記念。馬名は冠名水晶。デビュー戦は1月10日、京都芝1600メートルの新馬戦。一番人気に押されたが直線追い込むも2着だった。この後参戦して人気になるも、それぞれに、3、2着に敗れる。 初勝利は3月21日の阪神の芝2000メートル戦。直線抜け出して初勝利を飾った。この後500万下はに、3着した後、5月30日の中京の芝1800メートル戦。直線座敷に一番人気に応え、2勝目を挙げた。その後1000万下のエーデルワイスステークスを4着後は休養に入る。秋は、 初重症挑戦となった、セントライト記念だったが、初めて11着大敗を喫した。自己条件戦となった10月25日の京都の北の特別を直線抜け出して3勝目を挙げた。この後、準オープンの修学院ステイクスは2着。坂瀬川ステイクスは一番人気に応え4勝目を挙げて、オープン入りを果たした。2度目の重賞となった。 中京の小倉大商店は、同じ場所の大隅スパークに、赤杯、2着になった。中京記念6着後、3ヶ月の休養に入り順、オープンに高級した。高級後の阪神の、準オープンの垂水ステイクスは4着になったが、小倉のザ山ステイクスは一番人気に応えて、再びオープン入りした。その後、小倉記念は二番人気に支持されたが、四着に敗れた。 そして8月29日の新潟記念を、東昇シロッコとの叩き合いを制し、重賞初制覇を飾るとともに2 0 1マは2000シリーズのチャンピオンとなった。また木原和義長教師にとっても1999年の旧社開業以来12年目にして、初の重賞制覇となった。初戦となった中山金杯では、 中段追走から直線で外を伸びてきたが、コスモファントムの3着に敗れた。小倉大賞店では、道中中段待機から伸びきれず7着となった。中京記念では、道中後位追走から抜け出し重賞2勝目を飾った。金舎地賞では5番手に控える形となったが直線で全く伸びず13着惨敗。小倉記念では一番人気に支持され、 道中広報で待機したが直線で伸びきれず6着。新潟記念では道中は2番手追走から直線で逃げたサンライズベガを捉えて快勝、史上初の新潟記念連覇となった。毎日王冠では中断に控えたが直線で伸びきれず7着。天皇賞では道中広報で待機したが当選上段の7着に敗れた。初戦となった中山記念では 道中行為を追走したが直線で伸びを書いて8着。大阪杯では後方に控える形となったが直線で伸びず8着惨敗。新潟対象点では中断に控えたが直線で伸びきれず7着に敗れた。休養を挟み、8月5日の小倉記念は9番人気と低評価だったが、最後方から追い込んで3着となった。続いて、 新潟記念に出走したが、10着に敗れた。2013年は、成ル記念、七夕賞、小倉記念に出走したが、それぞれ7着、11着、12着に敗れた。2014年は、新潟大賞店に出走し、逃げの手を打ったが失速し10着に敗れ、このレースを最後に引退した。引退後は、新潟競馬場で馬となり、2015年からは、 同情の誘導馬となる。成田クリスタル号が競争馬登録抹消。日本中央競馬会。2014年5月23日閲覧。ありがとうございます。